銃に興味のない人でも、映像作品やニュースで一度はスコープを装備した銃を見たことがあると思います。銃を勉強した人ならご存知かと思いますが、実はスコープはただ乗せるだけでは意味がありません。調整が必要です。これからそんな話を始めたいと思います。ゼロ点規制。ゼロ点規制とは照準点、狙ったところ、と着弾点、実際に命中するところ、が一致するように照準器を調整することです。弾は放物線を描いて飛びます。その時、照準点と2回接しますが、長距離狙撃の場合、2回目のところ、ズワビ1点、で命中するように0点規制されます。次に0点規制の方法です。まずネジが緩んでいないか、マウントに密着しているかを確認します。次にレティクルの調整です。スコープのエレベーションノブを回して上下、ウィンデージノブを回して左右の調整を行います。次に0点規制の手順です。一発撃って着弾点を確認、ずれている分だけ調整ノブを動かす。もう一度撃って着弾点を確認、0点規制完了です。照準点に着弾するまで2と3を繰り返します。気温や湿度、風向き等の不確定要素の修正は現場で行う必要がありますが、狙撃兵は戦闘前に0点規制をしておく必要があります。ご視聴ありがとうございました。次の動画は、即興などにも触れたいと思います。よろしければ、高評価とチャンネル登録、お願いします。